ナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんばんは、なるこです。聞いてください。生まれた、はあ、私のお姉ちゃんの子供が生まれました。父親からね、連絡が来た時にですね、もうね、電車の中でね、もうニヤニヤが止まらなかったんですけれどもね。いや、もうそんなこと言ったら、もうお財布にお金がないとか関係ないよね。もうスーパーによって日本酒とね、タイのお刺身を買ってね、食べてね、ついでに買っておいた餃子のね、2パックも食べてね、ついでにね、ルームメイトが作ってくれたお菓子とね、ちょっと凝ったコーヒーも飲んでね、で、その後にラーメンを食べに行ってね、ラーメンと餃子を食べましてね、ほいでね、帰ってきてまたお菓子とね、コーヒーを飲みましたよ。食べましたよ。いやー、自分も末っ子でね、可愛がられて育ったからさ、甘やかし方がわからないなんてありますけども、やっぱりね、自分の甥っ子は絶対可愛がると思う。